海上自衛隊護衛艦に F-35B 戦闘機艦載計画が進行中の中、加賀の艦首が先に四角へと変更されました。今回は護衛艦出雲、加賀の軽空母計画を詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機がもうじき日本に納入され、馬毛島では急ピッチで工事が進んでいます。マジで、やばい。海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦である、艦式号、DDH を、まず、1973年から、榛名型を2隻、続く1980年から、白根型を2隻、さらに2009年から日向、型を2隻、そして出雲、型を、2015年から、2隻就役させてきた。これらのうちで、すでに榛名型2隻は2011年までに、白根型は2017年までに退役を終えており、2023年7月の時点で残されているのは日向、型2隻と出雲、型2隻の合計で4隻という布陣となって久しい状態だ。海上自衛隊では、これら4型を、すべて同一の艦首記号、DDH としてくくってきたが、退役済みの榛名型、および、白根型は、全通式の飛行甲板を備えていたわけではなく、艦尾に設けられた格納庫と飛行甲板から、3機の回転翼機を運用する形式だった。榛名型は、基準排水量が4950トン、満載排水量が6850トン、全長が 153.0 メートル、全幅が 17.5 メートルであり、白根型は、基準排水量が5200トン、満載排水量が6800トン、全長が 153.9 メートル、全幅が 17.5 メートルの規模であった。これは、当時の水上戦闘艦たる他国海軍で言えば、駆逐艦に相当する規模で、榛名型の場合は、艦尾の飛行甲板は、全長 50.0 メートル、最大幅が 17.0 メートルだが、一機を駐機させた状態で、別の一機を離発着させるのみではあった。それでも、当時のこのスラスの水上戦闘艦の場合、カナダ海軍が保有、運用していたイロクオイ級駆逐艦が、2機の大型の哨戒用回転翼機を搭載していたのが、最大規模であり、世界的に見ても、稀有な存在ではあった。ただし、榛名型、および、白根型は、駆逐艦相当の水上戦闘艦としては、異例の3機の回転翼機を搭載可能とはいえ、同時に離発着が可能な回転翼機は1機であり、強敵には、ヘリコプター搭載護衛艦、DDH と呼ぶには、いささか不足感は、あったように思える。これら榛名型、および、白根型を経て、建造に至った日向、型は、海上自衛隊艦艇としては、初となる全通式の飛行甲板を装備することとなり、哨戒用に止まらず、輸送用や救難用の回転翼機等、多彩な回転翼機の運用が可能となった。日向、型は、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル。全幅が 33.0 メートルと、大幅に艦体が大型化され、3機の哨戒用、1機の輸送用回転翼機を搭載可能で、同時離発着数も3機にまで増加させている。この日向、型は、全通式飛行甲板内部に、2機のインボード式エレベーターを装備し、艦内の格納庫から回転翼機を昇降させるが、収容力だけならば、哨戒用の回転翼機 SH-60 ならば、最大で8機を積載する能力を有している。さらに、兵装の面でも日向、型は、マーク 41VLS を16セル装備しており、ここからは、ESSM、単 SAM 対空ミサイルを4セル、VLA、SUM 追戦ミサイルを12セルに収容、
324mm の三連装単魚雷発射艦を2機装備しており、股間でも強力な対空、対戦線能力を確保している。この日が、型の建造と収益によって、海上自衛隊としては、全通式の飛行甲板を備えた、外観上は航空母艦しかとした艦艇を保有、運用するという前提を作り、後の出雲、型の建造を容易にするという、ステップとした側面が感じられる。ただし、日向、型は、当初より、全通式の飛行甲板を持つ、艦艇として企画されたわけではなく、当時の日本の世論の動向等を鑑み、海上自衛隊が装備する艦艇として、複数の案を提示した中から、選択されたという形式をとった。まずは、榛名型、および、白根型のように、艦尾に飛行甲板を持つ案、次に艦橋で隔てて、前部甲板と後部甲板を分ける案、そして、最後にこれが採用されたわけだが、全通式の飛行甲板を装備する案の3つが提示された。その上で、回転翼機の最も効率的な運用を行える仕様ということで、3つ目の全通式の飛行甲板の採用が決められたという体裁をとっており、政治的に、航空母艦しかとした外観を持つ艦艇への抵抗を極力抑えた動きだったと考えられる。こうした日向型の建造の上で、全通式の飛行甲板を持つ護衛艦の運用上の合理性が、政治上の対策も含めて容認される土壌を形成し、今の出雲、型を海上自衛隊が保有することのコンセンサスを得たと言ってよいだろう。そして出雲、型であるが、基準排水量は 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートルまでに大型化され、海上自衛隊が保有、運用する艦艇として、最大の規模を達成するに至った。出雲、型は日向、型で、2機ともがインボード式のエレベータであった点が改められ、うち1機は、艦橋のある右舷側後方でのサイドデッキ式となり、これは、全長 15.0 メートル、全幅 14.0 メートルで、30トンまでの機体を昇降可能である。サイドデッキ式のエレベータは、アメリカ海軍の大型原子力母艦等でも、おなじみの形式であるが、その最大の利点は、エレベータの寸法を超す機体であっても、昇降可能な点にあり、大半の航空母艦で採用されている。出雲、型は、1番艦の、出雲、が、2012年1月、2番艦の、加賀、が、2013年10月に寄港されたが、この時点では、無論、F-35 ライトニング2B 型を艦載機として運用することは決定しておらず、それを見越しての設計だったことが伺える。この英断がなければ、出雲、型が、固定翼機である、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修は、物理的に不可能だったわけであり、その設計を担った、関係者の方々の先を見越した行動には、頭が下がる思いである。実は、2013年7月の時点で、日本の大手のマスディアが、出雲、型護衛艦は、先々 F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする可能性があると報じたことがあったが、政治的な影響を踏まえて、当時の日本政府は、その考えを否定していた。F-35 ライトニング 2B 型を、出雲、型の艦載機とする構想を、国や防衛省が公に認めたのは、それから3年を経た2016年末のことであり、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、同機や無人航空機の運用についての研究を委託されたことに、端を発する。そうしたステップを経て、2018年末に閣議決定された、30機の防衛計画の対抗、及び31機の中期防衛力整備計画によって出雲、型の航空母艦化改修は、決定事項となり、
当初の報道から5年を費やして、世論を含めた合意が形成された形である。出雲、片護衛艦の航空母艦改修は、まず1番艦である、出雲、が、2020年3月から、2021年6月にかけて、第一次改修工事が、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場にて行われ完了。次が、2024年度から、2026年度に、実施予定となっている。一方の、加賀、は、第一次改修が、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド社の5事業所において開始され、今、まさに、その真っ最中であり、一旦、2023年度のこれを終了させ、次が、2026年度から、2027年度にかけて行われるとされている。出雲、の後に、第一次改修工事に入った、加賀、だが、全通式の飛行甲板に対する耐熱加工や誘導に関する設備の設置以外に、最も大きな外観上の変更、全通式の飛行甲板の全部の拡幅工事を先んじて実施している。これは、当初全通式の飛行甲板の先端が台形状であったものを、スクエアな形状に拡幅したもので、F35 ライトニング 2B 型の艦載にあたって、全通式の飛行甲板の面積を増加させ、露天駐機のスペースを確保するためのものである。F35 ライトニング 2B 型の運用のみの効率を最大化しようと思えば、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦等がそうであるように、艦首部にスキージャンプ式の発艦装置を追加する方が合理的ではある。しかし、出雲、型は、仮に、航空母艦化改修がすべて完了した後でも F35 ライトニング 2B 型の常時の艦載機か運用は行わず従来通りの哨戒用の回転翼機の運用と併用するためあえてその選択を行わないと明言されている。出雲型は艦首部の底の部分に重量物であるソーナーを装備していることもありスキージャンプ方式の発艦装置を設置してしまうと、艦としてのバランスが取れず、安定した操艦ができなくなる可能性も生じるためでもある。